山口さん、今回アンケートご協力ありがとうございます。まあ、悩みに関してはですね、稼ぐしかないですね。はい、頑張りましょう。はい、みんな同じようなみんな悩みですから、お金、困ってないんですっていうのは 1% ですから。僕も困ってます、お金に関しては。困ってるから、困ってるという表現が適切ではないかもしれないですけど、僕借金もあるんで、それ返さないといけないんでね。誰も僕の借金を請け負う人いてないんで、僕も稼がないといけないですからね、返済しないといけないんで、はい、ただ僕はですね、スキルがあるんで、あとはやるだけかなっていうところなんですけど、そう、困って、まあ、スキルをつければ大丈夫です。稼ぐスキルですね。だ、僕の仕事は今は動画を撮るというのが仕事なんで、この動画をしっかり撮るという仕事をすると。サラリーマンの方は会社に行くっていうのが仕事じゃないですか。会社に行って仕事をするっていうのが仕事なんで、僕は会社には行ってないですけど、動画を撮って商品を売るっていうのが仕事なんで、それをやってます、淡々と、うん、だからお給料をいただきますっていうだけの話ですね。で、ブログアフィリエイトについて詳しく、ブログアフィリエイトに関してはね、まあ、熟成さんのあやさんっていう人が、まあ、サイトアフィリエイトで月300から400上げてるんですけども、正直その継続できるかどうかが全てですね。そのブログアフィリエイトってね、はっきり言いますけど、その高い教材買う必要ないんですよ。もう今本屋に行ったら、ブログの書き方だったりとか、ブログの作り方って本屋にいっぱいあるんで。昔、僕十何年前ネットビジネス始めた時っていうのはなかったんで、本も。で、ライブドアブログが無料ブログでこう出てきてから、そのブログアフィリエイトで稼ぐみたいなのがちょっと本で出てき始めてって話で、今本当にちゃんと稼いでる人が本を出して、ブログアフィリエイトでどういうふうにこうやっていけばいいのかっていう本を出してるので、それ数千円で買えるじゃないですか。で、その数千円も難しいようだったら、 YouTube で検索して、ブログアフィリエイトで検索すればいっぱい出てくるんで、まあ、それで無料で見て勉強もできますし、だ、詳しく知りたいんだったら無料でもいくらでも調べられるし、本屋にちゃんとした本もある、教科書みたいなのもあるんで、それで十分かなと。まあ、基本的にキーワードと記事、コンテンツと、あとは継続、これだけですね。キーワード、ちゃんとキーワード選定、要はどういうキーワードを入れて集客するのか、うん、どういうテーマでやるのか、うん、じゃ、その例えば料理のテーマでやるんだったら、その料理のテーマで、例えば肉じゃがの作り方だ、僕も YouTube で、男飯っていうのをやってるんですけど、僕も男飯っていうのをやってるんですね。まあ、最近作ってないんですけど、それもその料理の動画なんですけど、実際にそのアクセスがある動画があるんですけど、男飯、確かね、ハヤシライスの作り方だったかな。まあ、僕の普通の動画再生って100いくかいかないかじゃないですか。で、この男飯の、なんだ、男飯シリーズの、多分ハヤシライスの作り方だったような気がするんですけど、ハヤシライス、あ、ハヤシライスの作り方、3900回回ってますね、今現状で。多分ね、 YouTube で今ハヤシライスの作り方で検索すると、僕の動画がトップ5以内に入ってるかもしれないですね。今3900回回ってます。で、これ2015年にアップロードした動画なんですけど、ずっと、まあ、そのハヤシライスの作り方っていうそのニーズがあるわけですよ。丸々の作り方、丸々の作り方、例えば肉じゃがの作り方、じゃあ肉じゃが作ろうと思ったら YouTube で検索してみるのか、もしくは、クックパッド見るのかって話なんですけど、まあそういうニーズがあるんですね。だから料理でもその検索するキーワードのニーズをちゃんと知っとけば、まあ、僕はこれ意図的にやってますんで、まあ、〇〇の作り方、〇〇の作り方っていうのをブワーって入れてます。クリームシチューの作り方も2200回回ってますね。これも、全部の作り方はもう入れたろうかなみたいな思ったことがあったんですけど、あ、お味噌汁の作り方も1083回ですね。お味噌汁の作り方もこう回り始めてますね、1000回。あ、豚汁の作り方も1300回ですね。僕の10倍ですよ、平均10倍いってますよ。僕ね、普通のネットビジネス系の動画って100いくかいかないかですよけど、豚汁の作り方は1360回いってますね。はい、お味噌汁の作り方も1083回回ってます。
あ、野菜炒めの作り方も3300回ってますね。はい、だから僕はこれもう分かってたんですよ、再生されるのが、まあ、絶対ロングテールで検索されるだろうなと思って、〇〇の作り方っていう、だからそれを、まあ、僕は YouTube でやってますけど、それをブログでやるっていう、わかります、って話です。だからその検索するキーワードを意識してちゃんと記事として書けるかどうかです、要はそのブログにアクセスする理由は何ですか、理由というか、原因と結果の法則じゃないですけど、なぜブログにアクセスするのか、検索エンジンにキーワード入れるからですよねって話で、検索エンジンにキーワード入れて、で出てくるブログサイトにアクセスがいく、つまりここのキーワードがブログに入ってないとダメですよねって話で、まあそれは本買っても、まあ、どこを見ても出てくると思うんですけど、そのブログアフィリエイトに関してはもう正直もう勉強し、本気で勉強しようと思ったらいくらでも勉強できますし、あとは本当にコツコツ継続できるかできないかがそれが全てで、それが全てでほとんどの人が継続できなくて稼げないですね。なんかここは継続してちゃんと1年2年3年っていうちゃんとこのコツコツできるのか、そのコツコツの中でも、なんだ思考改善、キーワード選定だったりとか、ちゃんと記事の中にどれぐらいキーワード入れ込むのかとか、あのコンテンツボリュームですね、質のいい記事が、まあ、最低でも今、まあ、今1000文字2000文字は、まあ、1000文字以上っていうのはベターで書か、あの言われてますけど、まあ、最低でも1000文字以上書き続けられるのかっていう、僕は書くのがめんどくさいんで動画でやってるんですけど、だからこの、 あの YouTube の先ほど言ったやつなんかは多分あのハヤシライスが世の中からなくなることないじゃないですか、多分お味噌汁も世の中からなくなることないと思うし、豚汁もなくならないですよね。つまりこれから10年20年30年 YouTube がある限り、僕のアカウントがある限り一生検索されます、一生です。だからね、僕料理動画マジ神ってるなっていう、だってロングテールでずっとその料理がなくならないじゃないですか、野菜炒めもなくならないですよね、多分野菜炒めっていうキーワードなくならないじゃないですか。で今3300回回ってますけど、まあ男飯シリーズで一番回ってるのがあれですね、3900回のハヤシライスですね、多分おそらく。まあそんな感じですね、キーワードが全てなんで、まあそこをぜひ意識して、やるんだったらやってみてください。はい、あとですね、まあ今回プレゼントもありますんで、ぜひそちらの方も見て勉強していただければなと思います。ありがとうございました。